慶応合格塾やろうか。医学部があるから。確かにね。なんか総合合格塾みたいな。語呂は本当はさ、栄養合格塾にしたいのよ。おで始めました。もちチャンネル。さあ、これは平田瀬也。皆さんこんにちは。早稲田合格塾代表の平田です。よろしくお願いいたします。はい、もう、はい、夜中の12です。いやもうこんな時間に呼び出すからね。もう疲れ。呼び出したのは昨日。呼び出したのは昨日なのよ。だけど俺昨日の段階で明日遅くなるけどいいっつったら、もっちの論って親父ギャグで返してきたからね。もっちの論、アイラブゴロ、合わせね。なんか、ゴロっつったらさ、なんか、いいおしゃれな本置いてあるじゃない。何自分の CM 入れるな。あ、はい、なんか可愛い本あると思ったら、僕の本でした。新ゴロゴ漢字発売中ですので、大人のね、あの、語彙力の学び直しにも、いろいろいいように作りましたので、ぜひ、皆さんご購入お願いいたします。はい。僕の写真が載ってるんですよね。あとね、結構ね、箸書きにもかっこいいこと書いたんですよね。おー、うん、まずはね、僕の箸書きを立ち読みするだけでもお願いしたい。あ、そうですね、最初に書いてありますから。そうそうそう、お前らはゴリラだって書いてありますから。まあまあ言う。ゴリはい、マウンドだ。はい、でけ声がこの時間に。はい、さあでね、まあ、今日はですね、今このゴロゴシリーズっていうのは、僕がね、こう本のタクティクスを振るってね、はい、あれ作れ、こういう風に作れっていうのを、まあね、総合監督としてやってるんですけれども、その中の企画の一環でもあるんですけれども、今ほらユーテラでさ、すごくスタジオとしてお世話になっているゴロゴスタジオさんあるじゃないですか、うんうん、スタディカンパニーって言いますけどね、はい、でまああそこと早稲田合格塾でちょっとこう力を合わせて、あそこってもう国語の専門なんで、あ、はい、うん、なのでもう教材とかスタッフもたくさんいるんで、うん、慶応合格塾やろうかな。え、うん、え、慶応合格塾やってみようかなと思って。国語がないんだけど、慶応。ああ、だからほら、いわゆる小論文ですよ。小論文ってことね。そう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 、はいはい。慶応の小論文に関しては、僕もほら、昔、1年間。ああ、教えてたっすね。そうそう。刑法とか刑文とかの連中とかに、こう、小論文指導で、もうね、むちゃくそ見たからね。そう。もうでも、結局生徒に、してクビになった。それは違うけど、それ俺じゃない人。それ俺じゃない人。やめろ、はいはい、それはまあ俺じゃないんですけど、まあそういうのもやってたし、でもともと早稲田合格塾はね、ゴロゴスタジオさんとね、はい、あのゴロゴ出版さんと一緒にいろいろね成長してきたっていう歴史もあったりするので。そうなんですね。そう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 、うん、もうそもそもだって早稲田合格塾に最初生徒を集めてくれたのはあのスタディカンパニーですからね。そうそうそう、そう、ね、昔ね、あの某何がし先生がね、あのまだいらっしゃった時にね、非常にお世話になりまして、でまあそういう流れもあって、でまあほら僕自身が早稲田合格塾やってんだけど、まあ森田先生があれだけ絡んでるわけで、うん、なんか慶応に対するアイデンティティがある何かサービスっていうものを展開してもいいかなとも思ってて、でうちとゴロゴ出版さんの共同事業ということで、うん、ちょっとこう、まあ、うちが広報を担当して、はいはい、で、まあ、もちろん僕がね事業内容とかさ、はい、こうどういうサービスを展開するんだみたいなのはね、非常にこう構成をちゃんと練るし、うん、サービスのクオリティも僕が必ずチェックするんですけど、うんうん、まあ、先生が揃ってるんでね、はい、で、まあ、相沢先生なんかもね稼働できるし、うんうん、ね、小論文の本腐るほど出してますから、はいはいはい、うん、っていうのもあったりするんで、まあ、ちょっとこう企画としてやってみようかなと。まずは小論文だけでもね。ああ、小論でスタートする、うん、そしたら何増やしていくってこと、科目を。まあ皆さんの反応次第かな。ああ、うん、そうなんだ。まあちょっとずつね企画って成長させてもいいかなと思ってるから、まあ英語もっていう風になったら、まあ森哲ちゃんは早稲田のね講師でもあるわけですから、うんうん、まあちょっとこうなんか慶応絡みの内容とかをサービスのコンテンツに入れてもいいかなと思っていて、まあ、ねうん、まあ、慶応出身ですからね。そうそうそう、はい、慶応ってでもほらやっぱりまだどれくらいの本当に行きたい人がね人数としているのかっていうのが、うん、早稲田と違ってちょっと見えづらい部分ってあるじゃない、うん、我々この業界で仕事してると。まあ当然慶応の方がね圧倒的に募集人数も少ないし。そう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 、ただまあ可能性というかポテンシャルというか、うん、だって医学部があるから。確かにね、全然違うんで、看護医療あったりとか、うん、でまあ今後歯学部もできるかみたいになってるから、うん、当然別の需要層が、うん、まあドンとあるっていう感じなんでね。確かにね、そうだね、その辺も特殊だよね。だからそんな意味では、まあ、理系もね一応揃ってるわけじゃないですか、うん、だから今早稲田だったら理工のためだけに先生たちいるけど、うん、あ、まあ数学は別ですけど、うん、そういう人たちがね慶応が増えればいろんな学部の確かにねところに理系の先生たちが動けるっていうのはありますね、うん、あとはまあ慶応の入試形態見てみても分かるんですけど、うん、やっぱ意外と小論文重要なんですよ。大事です、うん、まあ学部にもよるんですけど SFC なんか半分小論文ですからね、うん、であとは他の学部にしてみても、まあ、ちょっと経済とか少し少なめではあるんですけど、まあ、ざっくり大体全体の3分の1から4分の1が小論文の配点であるっていうことを考えると、うん、であと対策がどうしても手薄になりがちな分野で
であるってことであると、まあ、慶応合格塾のサービスがあることによって他の科目で多少のミスがあったにしても、うん、カバーが効くようななんかそういうサービスをやれたらいいなとも思ってるし、なるほどね、と慶応に向けたサービスって非常に少ないんですよ、うん、すっごく特に小論文とかってなってくると、うん、基本的に小論文ってそれこそ例えばだけどあの総合型選抜のためのものだったりとか、はいはい、あとまあ国立後期のためのものだったりとかであんまりなんかねこう慶応に力を入れた小論文講座っていうのもやっぱり予備校にもねまあ地域にもよるけど、うん、まあ全国的に見ると非常に少ないので、そうですね、うん、昔はあったんですけどね慶大小論文とか今あったあったあった絶対ないでしょ慶大だけのためになって、うん、その意味でもなんか我々みたいなねこう連中がやるのには非常にいい隙間産業になるんじゃないかなと。そうですね、うん、だから年間を通じて慶大小論文なんていうのがあった時代があるからね、小論文だけでなんか週2回ぐらい授業があったり週3と週3だよ、ね、だから同じ授業を予ゼミのやつで別に取れるから浪人で、はいはい、別の先生になってるっていうのでああなるほどね取ってたわけですよ、うん、まあそういうこともあったりするんでまあなんかね今のところどこまで話が進んでるかっていうともうねちょっとやってみようかってところはもう決定してるんですよ、うんうん、ただ実際にやるってところでゴーサイン僕が出すかどうかはまだちょっと見て、うん、これだって入試間に合わせないとじゃないの、あだけど言うても慶応の入試ってまあね2月10日頃からのスタートではあるんで、うん、まあそれまでに何回かの添削っていうものを済ませればいいのでそんなに慌てるような残り期間ではないから、じゃあなんかいつもの早稲郷のその音声講座っていうのではなくて、うん、小論って、そうですね小論っていう感じです。であとただ今回この小論の指導するにあたって時期ももうこの時期でもあるのでもうゼロから小論をトレーニングするってことはしないです。なるほど、うん、だからちょっと慶応受けたくて慶応合格塾企画みたいなことをやるんであれば小論少し見てもらおうかなっていうふうに思ってらっしゃる方であればまだそれこそね、まあ、金額とかも未定な企画ではあるんですけど多分まあ小論文の添削をね、まあ、5、6回程度は絶対やるような企画にはなると思うので、なるほどね、うんまあ、結構その添削っていうのもただ赤ペン先生返すだけじゃなくてもうちょっと充実したものにしようとして思ってるので、なのでまあお値段以上のものには必ずしようと思ってますから、なるほど、あとは本当にもうクオリティ次第僕がゴーサイン出すかどうかは、まあ、ただゼロから小論文の能力を育てるものではないので、まあ、皆さんにちょっとお願いしておきたいのは3点あります。まず1点目としてはユーテラの僕の基礎現代文講義、まあ、10回ぐらいね上がってると思うんですけど記述問題として小論文できるようになるためには現代文の記述問題ができないと、これは以前ねこのチャンネルで柳生先生読んだ時もね同じこと話してましたけど絶対できないんで、だからまずユーテラの基礎で現代文講義のね10回分ぐらい受け取ってほしいよと、こんな風に文章って読んでこんな風に書いたりするんだなってことね。で第2点目に全部で中身10題ぐらいのものとかでもいいから現代文の記述問題の問題集とか1冊ぐらいやっておいてほしいなと、うん、そんな難しいレベルじゃなくていいです、うん、ある程度レベル感を抑えたもので構わないから、なんか現代文の記述系の問題集1冊ぐらいやっておいてほしいということ。なるほど。であとは小論文の基礎基本になるような1冊っていうものをやっておいてほしいなと、うん、これぐらいやっておいてくれたらもうあとは慶応対策にあとは形をこう合わせていくっていうところに持っていけるんで、まあ、このくらいのパフォーマンスをちょっとこう準備段階としてやっておいてくれたら非常にこう我々としては面倒が見やすいかなというふうに思っております。じゃあまず2023年の入試には熱々ハフハフホロホロ熱っ、そうなんです小論法ね、はい、分かってくれよ、しょうもない、分かってた分かってた分かってたっていうはっはっははっはっ、シャオリン氏ね、そうそうそう、はい、じゃあもしかしたら2024年入試には他の教科もできてる、英語とかもあったりするかもしれないですね、知らないってことですね、うん、かりました。まあちょっと育ててみたい企画ではあるよね。そうね、うん、まあ当然初めはね名前も知られてないからね、初期投資かかるとは思うけど、まあ講師陣はできるでしょうね、うん、まあ、作るのは全然問題ないかなと思いますからね。そう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 、あとはまあこの慶応合格塾企画っていうものが例えば2学期とかにあるんであれば、それこそじゃあ1学期が空くわけじゃないですか、うんうん、総合型選抜のためになんか総合合格塾みたいな、ゴロは本当はさ栄養合格塾にしたいのよ。だけど今栄養入試って言わないじゃん。言わない。だからさ、そうなのよ。だからどうしようと思って。うんうん、早いこと取っておかないとなんか取られちゃいそうな名前だけどね。まあでも大丈夫でしょ。いやなくない？こんなダサい名前を。まあ確かに。俺さ、あの今思い出した早稲田合格塾って名付け親が板野先生なのよ。はい、早稲田合格塾だって言われて。うん、でその時にもう俺ね、うわ最悪やんって。ダッサーと思ってでなんかすげえアドバイスとかしてくんだよ、うん、さもうどうせすぐ辞めんねんとか思ったりとかしたんだけど、その日言われた居酒屋だったんだけど、うん、音楽で米米クラブがかかってきてさ、うん、米米クラブよりはマシかなと思って それでまあなんかこうしっくりきちゃったそんな塾でしたね。なるほど、総合合格塾、略して総合総合全然訳してないよねそう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 、とかまあまあ推薦でもまあいいかね、推薦合格、あいいねいいのこれ、それにしよう、推薦合格塾にしよう、いいんじゃないかな、
という決まった。ご期待ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching. もうてっぺん回る。